セガマは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ、ゴイエリ軍に属している、アイスコリの影とも呼ばれる。セガマの象徴的存在である、アイスコリバスク州ギプスコア県南部、ギプスコア県最長の河川であるオリア川が形成する谷にある。自治体中心部の標高は296メートルだが、バスク州の最高峰である標高1528メートルの、 アイスコリー山海の東側にあり、山頂に最も近い町の一つである。ギクスコア県のケントサンセバスティアン、アラバ県のケントであり、バスク州の州都でもある、ビトリアガステース、ナバーラ州の州都パンプローナの3都市から約1時間30分の距離にある。北は、セグラや、セラインに、南は、アラバ県アスパレナや、アラバ県サルデエンドに、東は、 セグラやイディアサバルに、西は、レガスピに接している。鉄道路線のマドリードアンダイ線は、ナバーラ州アルサス、アルサスアトギプスコア県スマラガの間でセガマを通っており、自治体中心部からかなり離れた場所に、セガマ臨時駅が設けられているが、セガマ臨時駅は、ほとんどの期間は営業していない。歴史的なサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の中には、セガマの街を通るルートもあり、 このルートを通る巡礼者は街を出て5キロメートル、歩いてからサンアドリアントンネルを通る。セガマの気候はカンタブリア地方東部の典型的な気候である。穏やかで湿度が高く、年平均気温は摂氏約12度であるほか、年降水日は180日に達する。周期はかなり風が強い。イデアサバルチーズ現在の主産業は工業だが、依然として農業も存在し、 特に山岳地帯では、牛や羊の牧畜業が行われている。アイスコリー山海などのバスク山脈地域では、羊の父からイディアサバルチーズが生産されている。スカイランニングワールドシリーズの一大会として、毎年セガマアイスコリマラソンという、スカイランニング大会が開催されている。ありがとうございます。